次は松場襟の198.62点で ISU 公認の GP シリーズ初表彰台楽しみながら滑れたフィギュアスケート GP シリーズ第2000スケートカナダ第2日2023年10月28日バンクーバー女子フリーが行われ SP3 の松場襟の中京弟は132.33点をマークして合計198.62点で3位となった ネラファンタジアに乗って冒頭の3回転ループを決めると続くウッズトーループの連続3回転は回転不足となりながらも着氷。柔らかな演技でも監修を魅了し終盤は華麗なスピンを披露した。演技後満面の笑みを浮かべる19歳はスタンディングオーベーションで称えられた。回転不足とか細かいミスはあったけど大きいミスなく終えられてよかった。それ以上に楽しみながらお客さんの歓声などを聞きながら滑れたのでよかったなと思います。 今大会の出場が発表されたのは9月29日、キヒラリカ、トヨタ自動車の欠場を受けてのものだった。どの試合でも笑顔で楽しくやりきれるシーズンになれば、そう話してきた松場へ、ISU 国際スケート連盟非公人だった20年度の NHK 杯3位を除けば、これが GP シリーズで自身初の表彰台となった。